どうもゆうくんです。今回はこちら、トヨタ FJ クルーザー、この車について、解説をしていきたいと思います。この FJ クルーザーという車ですけど、まあ分かりやすく言うと、写真見れば分かるんですけど、トヨタに、ちょっと前にメガクルーザーという、こういう感じのでっかい自衛隊とかでなんかありそうな SUV、 結構でっかい SUV があったんですけど、その、メガクルーザーの後継車種と言っていいのかなと、後継、そのメガクルーザーの後継となる車がこの FJ クルーザーということなんですけど、コンセプト的に言うと、ランクルのオフロード性能をより強化したみたいな感じですね。ですけど、空張りもポップで、要はハスラーのトヨタ版で、でっかくてごっつぐしたような感じの車となりますね。はい。FJ クルーザーの衝撃は続くということで、2003年デトロイトモーターショーでコンセプトモデルを発表で、2005年シカゴオートショーでプロトタイプ発表で、2006年北米で、販売開始で、そして2010年に、日本で発売開始となって、デザインはコンセプトモデルの、イメージそのままということで、で性能はオフロードで自ら操縦する感覚を追求と、書いてますので、もちろんオンロードでもいけるんですけど、オフロードでその、走行性能を、発揮されるというか、オフロード性能を磨き抜いたという、コンセプトの車となってます。はい。でやはり山道とかオフロードが似合うわけで、はい。でなんと、横幅が結構でかいので、ワイパーが3本ワイパーとなってます。はい。で内装はこんな感じですね。シンプルそのものといった感じです。で厚手のグローブを、グローブの着用も想定して、そのためのシフトノブの形状とか、ドアハンドル、エアコンのダイヤルまでを、設計してあるということになります。で、内装、こんな感じですね。シンプルですけど、結構、SUV 乗ってるな、みたいな感じのインパネになってます。で、3本スポークの、ステアリングホイールで、アナログメーターですね。ですけど、オフロードを走るのに、やはり車の、情報とかが視界に入って、
まあパッと見ただけで、まあ、今車がまあ何キロでエンジンは何回転でとか、そういう情報をまあなんていうか、まあ、すぐ、認識できるように、アナログメーターとなってるようです。で、結構シフトノブなんかも、大きめに作ってありますし、あと、まあ、ダイヤルも、まあ、操作しやすいように、大きめに作ってある感じですね。はい。で、まあレジャーで、まあガンガン使って、まあ山でガンガン遊んで結構汚れちゃうんですけど、まあ汚れた荷物、まあ荷物とかもまあそのまま詰めるようになってます。で、まあシートもまあ、汚れに強い、まあ、撥水防水シートとなってますね。で、まあ、防水タイプのカーペットが、装備されます。で、まあ、ボディカラーと、同様の、まあ、インテリアの、パネルを選ぶことができるようです。で、ラゲッジルームも結構、広いので、結構いろんなものを積んで、まあ、なおかつ、まあ、山の奥の奥までガンガン入っていける感じの車となってます。はい。で、まあ、オフロード性能に特化してるということで、まあ、オーバーハングも結構、まあ、最低地上高も結構高めですし、あと、まあ、まあ、アプローチアングル、そしてデパーチャーの、アングルも、結構、まあ、アプローチアングル34度で、デパーチャーアングル27度ということで、まあ、結構急な、上り坂も、まあ、フロントとかリアすることなく、まあ、上り下りできるという、感じになってます。はい。で、タイヤホイール、まあ、グレードによってですけど、まあ、4種類用意されておりますね。で、ドアが、まあ、観音開きとなります。で、あと、まあ、ドアハンドルも、結構大きめに作ってあります。で、まあ、バックドアと、まあ、ガラスハッチ、まあ、ガラスハッチだけ、開けるという、こともできますね。で、まあ、まあ、燃料タンクとか、まあ、そういうのを、まあ、撃ってしまわないように、まあ、プロテクターも、まあ、アンダープロテクションということで、まあ、プロテクターも、まあ、下回りに装備されております。やはり、まあ、オフロードで使うことを、まあ、前提に、考えられた車となってます。まあ、こういう、まあ、外国の、まあ、険しい、まあ、山道、まあ、鉱山とか、そういうとこも、ガンガン、突っ込んでいける車となってます。はい。で、まあ、まあ、クロールコントロールと言いまして、まあ、結構、まあ、凹凸の、
まあ、激しい道とかで、まあ、まあ、ドライバーは、まあ、ステアリング操作だけに集中することができまして、まあ、アクセルとかブレーキとかの、まあ、速度調整は、まあ、車自体で、まあ、やってくれるという、こういう、まあ、安全装備がついております。で、あとは、まあ、トラクションコントロールも、まあ、結構高性能なものが、搭載されております。で、リアの、まあ、デフロックですね。デフロックがあることによって、まあ、まあ、まあ、例えば、まあ、山奥とかで、まあ、まあ、スタックしちゃった時に、まあ、脱出しやすいという、まあ、脱出、まあ、まあ、デフロックっていうのは、まあ、まあ、車輪を、まあ、直結状態にすることによって、車輪と、まあ、エンジンを直結状態にすることによって、まあ、かなり強力な駆動力を生み出すことができるので、まあ、スタックしちゃった時とか、まあ、そのデフロックをすることによって、まあ、脱出、まあ、しやすくなるという、ことに、まあ、脱出できるという、ことになります。で、サスペンションシステムも、まあ、ビルシュタインの、まあ、ショックアブソーバーが搭載されておりますので、おりますし、あと、まあ、まあ、縦揺れとか、まあ、横揺れとか、まあ、車体の揺れを、まあ、抑えてくれる、まあ、X リアスという、装置がついております。で、まあ、走行状況によって、まあ、まあ、ドライバーが、任意で、まあ、まあ、走行モードを切り替えられるように、パートタイム 4WD システムが搭載されております。そしてエンジンも、4.4 リッターの V6 エンジンとなります。ただ、この、4リッターの、V6 エンジン、ガソリンエンジンのみとなってます。まあ、どうせだったら私の意見ですけど、まあ、ディーゼルで、まあ、設定してもらった方が、より、まあ、パフォーマンス性能も、向上するのではないかと思われます。思われたんですけど、まあ、まあ、ディーゼルエンジンだと、まあ、粘りもありますし、ディーゼルエンジンの方が良かったかなと思われます。はい。で、まあ、フレームも、かなり剛性の高いものにが採用されております。で、エアバッグも、まあ、やはり、まあ、車内全体を、まあ、包み込むように、レイアウトされております。で、まあ、トラクションコントロールで持って、まあ、まあ、横滑りを、まあ、抑制したりしてくれますし、あと、まあ、まあ、リアに、まあ、まあ、ソナーがついていますので、まあ、障害物を、まあ、検知したときに、まあ、
まあ、ブザーで知らせてくれるというのも、あります。で、まあ、ヘッドレストも、まあ、まあ、運転席助手席 の、まあ、あの衝撃を、まあ、吸収してくれる感じ の、 あのヘッドレストが、装備されております。で、フロントフォグもついてます。で、まあ、グレードですけど、まあ、ワイドセレクションの、カラーパッケージ、ワイドセレクションじゃない、まあ、グレードが、まあ、カラーパッケージですと、まあ、ボディカラーと、まあ、内装の、カラーが、内装とか、まあ、インパネの、まあ、ここのパネルとか、あと、まあ、ドアの、パネルとかの色が、ボディカラーと、同じ色になるということです。で、まあ、本側巻きの、3本スポークの、ステアリング、そして、大型の、シフトノブ、そして、まあ、インテリアオーナメントということで、装備されております。で、ブラックカラーパッケージというのがあります。で、まあ、こちらは、まあ、専用の、まあ、専用デザインの、まあ、アルミホイールと、まあ、グリルとか、まあ、そういうのも若干、まあ、仕様が変わってる、車となります。で、こちらがオフロードパッケージですね。まあ、オフロードパッケージには、まあ、ビルシュタイン製のショック、そして、まあ、リアディフロックで、あと、まあ、クロールコントロール、そしてアクティブトラクションコントロールの、スイッチがついております。はい、まあ、この、装備が、ついております。で、まあ、標準モデルの FJ クルーザーがこちらとなります。そして、まあ、まあ、グレード別の、装備表がこのようになってます。そして、カラーバリエーションが全6色となってます。で、そして、こちらは、まあ、主要、証言表ですね。証言表が、このようになってます。で、で、気になる燃費が、まあ、リッター8キロとなってます。でも、まあ、低排出ガス車ということで、なんか燃費基準、まあ、クリアしてるようです。はい、あとは、まあ、まあ、もちろん、オフロード特化モデルですので、やはり、まあ、四駆のみの、まあ、パートタイム四駆のみの、設定となります。で、主要装備の、一覧表が、このようになってます。はい、で、裏表紙に、まあ、トヨタの情報とか、あと T コネクトの、ナビとか、あと、まあ、サポート情報ですね、こういうのが載ってます。はい、はい、ということで、今回はトヨタ FJ クルーザーについて、解説を行いました。まあ、やはり、まあ、
まあ、やはりあの、まあ、ガソリンエンジンということで、まあまあ使用燃料、まあ、レギュラーガソリンらしいんですけど、やはりまあまあちょっとまあまあお金に、まあ、余裕のある、方向けのまあ、車となりますね。はい。でもやはりまあこういう、まあ私もあのこういうあの本格オフローダーにはまあ少なからず興味があるわけで、まあいつかはこういう車も乗ってみたいなと思います。はい。ということで、FJ クルーザーについて解説を行いました。チャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。